はい、じゃあ、今、夜の9時ちょっと過ぎなんですけど、まあ、これも、朝と同じなんですけど、ミゼの交響曲、この1楽章をちょっとやってみます。まあ、これも同じで、朝弾いた4楽章もそうですし、1楽章もそうですけど、ちょっと、もともと川崎ヒューさんでやってた練習なんですけど、まあ、ちょっと諸事情で川崎ブリさんのお金もなくなっちゃったんですけど、たまたまですね、5月から千代田オケの方で、ミゼやるっていう話だったんで、じゃあ、まず、もともとやってた曲なので、ちょっとしばらくブランクはあったんですけど、じゃあちょっとこれやろうかな。あ、ちょっとよくだと明かりの眼球がちょっと近いのかな。ちょっと見づらいですね。目もね、しょぼしょぼになってきちゃってるんで。楽譜が見づらいな、これ。どうしようかな。とりあえず、ここね、1ページ、2ページだけやろうかな。ただね、ちょっとその先まで行きたいんだよね。あ、いいや。ここだけでいいや。いや、この1ページ2ページ1ページ2ページ厳密には2ページ3ページなんですけど、ここだけちょっともうあんまり夜遅いんで、これぐらいにして、てか目が今もう全然よく見えないんで、この時間だと思って最悪なんですよね。ちょっとやってみましょうか。本当目がもう全然ダメね。やっぱダメなんだ。明日はちょっと久しぶりにカラオケでも行こうかな。もうさ、ダメなんだよね。外ももう今日風があって演奏できなかったし、で、うちだとミュートつけなきゃいけないし、ミュートなしのやっぱり練習場所っていうのはやっぱどうにかね、確保しないといけないんだよね。カラオケだとお金かかっちゃうからなぁ、とか思ってね。まあ、でもしゃあないんだけどね。朝だったら安いからね、いいんですけど。ヒーターがいた。意外とね、まだね、夜寒いんですよ、札幌も。夜はね、昼間は結構暖かかったんですけどね。まあ、そんなこと喋っても、ちょっとやりますね。これも、新メジャーかな。一応ね。あ、これ新メジャーですよね。感覚的にはね、ハイドンっぽい感じなんですけど、まあいいですよ。ビゼですけど。ダメだね、やっぱり久しぶりで全然ない。もういきなり間違ってるし。ああ、やっぱ1音か。分かった。いきます。もう目がしょぼしょぼでも全然ないね。もうね、もう読み間違えちゃってるんだよね、完全に楽譜を。タッタラタタタタタタラタタラタタラタタ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 タ
ああ、間違えた。まあいいや。次の重音なんですよ。でもし重音弾くんだったらの話なんだけど、これスタートポジションに上がらないといけないんですけど、ここ今この3の指ね、この3の指のところに1の下に1が来るんだけど、問題はね、さっきこのここフィスなんだけど、ここフィスだよね。でもここナチュラルなんですよ。
ってことはちょっとややこしいんだけど、フィスの音じゃなくてナチュラルの F なんで、この音ですよ。ここは当てないといけないんですよ。だから音的にはちょっとね、どうかな、ちょっと聞いてみますけど、まあ、こんな感じだと思います。最後がフォルテですね。これもピアノです。見ていた、これでピアノ最後また調子ですね。間違えた、なんかもダメだな、ここの刻みも間違えやすいね。これもね、前も言ったんだけど、4号室の時もそうです。これ全部ね、スタッカートなんですよ。なんで、スタッカートなんで、スタッカートのピッチカートっていうことで、ちょっと気をつけて聞かないといけないんだよね。だから、開放弦で音伸ばしちゃったら、絶対ありえないんで。ここもそう。最後、ラーの音っていうのを、開放弦で弾いちゃって、それが残っちゃうんで、もう一回やりますけど、だからここ開放弦に弾いちゃうと音残っちゃうんで、すぐ消音するか読んで弾くか、もう一回やってみますけど、ちょっともうあれ間違えた、こっちだった、違うところの段見てた、ここもそうなんだよね。レの音を開放弦で弾いちゃうとさ、でもレの開放弦で弾いちゃうよね、これね。まあ、すぐ消音だね。次がたまたま1なんで、この1をここに重ねちゃえばいいですね。重ねちゃうと、その癖でね、上弾いちゃうんだよね。だからね、重ねるというより、弾いて当てるって感じ。難しいな。あれどこだっけ？あ、ここか。これ全部、これスタッカートなんだよ。ここもそうなんだけど、なんかあれどこだったっけ、4拍子でも似たようなとかって、こう同じパターンが4回続く、最後も同じパターンが4回続くとかって、こうなんか単純な時ってどうしたらいいのかってよく言われるんだけど、どうしたらいいかって言ったって、どうしようって書いてないからどうしたらいいかねっていうのがありますよね。そういう場合はやっぱり指揮者の先生に聞いて、どうしたらいいかってやっぱり聞いておいた方がいいかもしれないです、ね。まあ、先生によって考え方が違ったりするんで、まあ、それまではもう書いてある通りそのまま弾くしかないで、まあ同じパターンが多い、だったら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 って弾くしかないんだけど、そんなのっぺりしたんじゃダメだって言われたところで、じゃあどうしたらいいんですかって話になっちゃうんで、よくこういうところをね、ごねごね揉めるんですよ。でも我々に聞かれたってわかんない。みんな考え方はまあバラバラだからね、そうなっちゃうよね。まあ、それもう一回やりますけど、またもつけるとなんかね、ああそっか、ここ1で取らないといけないね、なんか1個音程ついちゃうのね、分かった分かった分かった、あ、そうね、確かにそれだな、タッタラタッタラタッタッタッ、今あったもんね、タッタラタッタラタッタラタッタッタッ、thank you。
あとね、ピッチカートなんですけど、よくね、ここもそう、大体ピッチカートの時ってこう、ピアニッシモとかになってるんですけど、これピアニッシモになってるからって、ピアニッシモで弾く必要なくて、むしろね、結構しっかりめに弾いた方がいいと思います。なんか全然ほとんど聞こえてないんですよ。実際ね、僕ね、特に山脇なんかみんなそうなんだけど、実際会場で弾くとね、僕が聞く側で、ここに関こういうピッチカットとかに関してね、ちょっとね、論評すると、大抵ね、全然聞こえてないです。っていうか、全然ピッチカットの音聞こえないんですよ。会場で聞くとね、会場側ですよ。だからそうなるとね、オケ側として考えると、これピアニシモで書いてあっても、相当ね、しっかり出さないと、音響かないんで、もうね、ピアノでいいですよ。ピアノっていうかもう普通にしっかり出してくださいって感じ。まあさすがにこれは激しいんだけど。ここのね、さっきもやったけどね、やっぱりここだとおかしくなっちゃうから、読んだ方がいいみたいな。難しいね、めくりがね、たったった、まあ、あとはセカンドは単純なんで、ここビブラートかけねえと思うんだけど、もしビブラートかけるんだったら結構上がって2でかけた方がいいですよね。4じゃ多分ビブラートかけられない人が多いんで、まず小指でビブラートって難しいんで、もしビブラートかけるんだったら3ポジに上がって2でかけたい。ただ俺はビブラートってあんまりかけない方がいいと思ってるんで、そもそもオケの場合はね、オケの場合ですよ。ソロの場合は話なんですよ。なぜかっていうと、僕の持論なんで、他の、考え方は別なんですけど、ビブラートって全員が同じタイプのビブラートかけられるんだって話は別ですけど、隣り合ってビブラートが全然ばらけて出すじゃないですか。ね。で、しかも同じパートの中で前後の中でもビブラートがばらけて出すじゃない。そしたら、むしろ汚い音になっちゃうんですよ。ビブラートがぐちゃ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 ってかかってきちゃうんだったら、ビブラートかけない方がいいです。だからピュアトーンにした方がいいです。僕ピュアトーン派なんで。だから一切ビブラートなしでピュアトーンで弾いてくださいって感じ。だから、例えばここだったら、一切これでいいです。てか開放弦でもいいです。まあ、たださすがに開放弦だと、キーがずれてるとこだから、まあ一応読んで弾いてもらった方がいいですよ。ここのね、重音もね、ちょっと微妙なんだよね。どうしてもバイオリンっていうのはさ、他の楽器と違って、純正常で音が出せちゃうから、綺麗な音追求するよね。まあ、下のラは開放弦なんで、まだいいんだけど、例えばこれとこれを、純正音の、まあ、もうバイオリンの場合、重音とかって弾くと、絶対もう純正の重音になっちまう。綺麗な音を求めちゃうじゃないですか。そうするともうだいぶね、場所がずれちゃうんだよね。わかんない、まあバイオリンやってない人には多分これが多分理解できないんですけど、でもね、ちょっと今もう一回やるけど、例えばね、本当にずれていくんです。例えば聞いてみてください。これ濁ってんですよ、少し。これちょっと少し濁ってんで、ちょっとずらすんですよね、ほんのちょっとね。ここら辺になってるのね。だからね、こうやってね、結構ずれてるんで、こうやってるんですよ。で、元のやつがどこだったか忘れたけど、例えばちょっと低めにすると、こんな感じ。ちょっと濁ってるね。
で、まあ、大体ここ、完全ゴロのところの、ポイントの、ここは合うと思うんだけど。で、これ少し高めにすると、また濁ってくるね。バイオリンって本当によくかね、ほんのわずかのズレで、音が濁ったりする。そうするとね、平均率系の楽器、まあ、大体普通平均率なんですけど、とね、ちょっとズレが出てくる。これの意味をね、理解できない人が多すぎるので、ちょっとね、今説明しますけどね、例えばね、ドレミファソラシドちょっとやってみると分かるんだけど、例えば、で、ドレミファソラシドって皆さん知らないかもしれないですけどね、皆さんドレミファソラシドってね、全員違うんですよ。知ってました？これね、皆さんドレミファソラシド、皆さん違うんですよ。皆さんが持ってるドレミファソラシドの周波数がみんな違うんですよ。これの意味がちょっと理解できてないんで、ちょっと、この後の僕の説明ですら理解できないんですけど。で、完全ごとは、もう完全に完全ごとなので、例えばバイオリンで合わせてたらもう完全ぴったし、ただし、平均率の完全ごとはずれてますんで、あれ妥協なんで。その辺がね、ちゃんと理解できてないと、僕の今言ってる話にはそもそも理解できない。バイオリンの場合、完全ごとっていうのは、ここをこうやって合わせるわけなんですか。重音で合わせますよね。重音で完全ごとを合わせちゃうと、ここ純正の音階になる、なっちゃうわけです。こことここだけが。で、平均率の音階と、そうすると少しずれてきちゃうのね。まあ、ここはずれないんだけど、他のところが、例えば、が僕が持ってる音階なんですけど、ところがね、これで10音かけた時にね、例えばこのようにちょっと濁ってるんですよ。そうするとね、これの濁りをなくすために、ここが合ってるね。そうすると音階がそもそもずれちゃう。例えば次、今、ファの音ですよね。ファと、例えば、ドをちょっとやってみましょうか。重音ね。あ、ここ合ってるか。あ、ここ合ってる。これたまたま合ってたんでいいんですけど。でも最初はこの、ね、ミの音がここじゃなかったね。で、最初のミの音って結構低いんですよ。そうするとね、これでやると、もう濁ってるの。だからね、このドレミファって皆さん、自分が持ってるドレミファの感覚がみんなずれてるので、それをまずね、直さないといけないんですけど、じゃあ直したところでどこに直すか問題があって、例えばバイオリンに合わせちゃうと、多分今度はね、またそれでおかしなことがあって、転調したりするときに、ね、おかしなことが起きちゃうんで、これ非常に難しいですね。そうするとやっぱり平均率で妥協しなきゃいけなくなっちゃう。で、こっちはこっちで、バイオリンはバイオリンで平均率に寄り添うことはできるんでいいんですけど、逆に管楽器とか他の楽器がバイオリンに寄り添うことは不可能なんで、こっちから寄り添うしかないんですね。だって、バイオリンはフレット境がないから、どこにだって弾けるわけじゃないですか。でも他の楽器は一回最初にチューニングしたら、それのね、中でずれてっちゃうんで、そういう差があるわけですよね。少し高めに飛ぶんですよね。なぜかっていうと、そうしないと、重音がきれいになってないじゃないですか。ここですよね。そうすると、ここもそうだと思うんで、ここはちょっとやってみようかな。ここも結構高いよね。高いね。多分ね、皆さんが思っているよりもね、実際はかなり高いんですよ。ただし、これ純正音なんで、平均率のあれとちょっとずれてる。何千とかちょっと忘れちゃったけどね、まあ実際調べてみればわかるんですけど、何千とかずれてるんですよ。でもこれ多分ね、低い。これ今ちょっと少し高めにしたでしょ。この高めにした場合にはね、ちょっと今ちょっと順を引いてみましょうか。
これ合ってるじゃないですか。ね。だからこれ、合ってるの。完璧に合ってるの。で、これ今さっきのね、低いところでやると、こうやってます。これ濁りますから。絶対濁るんだよ。あ、ちょっとまずここの、これね。ちょっと濁ってる。わかんねえかな。まあ俺ここで聞いてるからわかるんだけどね。まあ、濁ってるの。まあダメこれ。アウト。だから、もうこう。で、もうちょっとこうやって。あ、こうやってるの。これね、多分ね、バイオリン以外の人が今僕一生懸命ここにブツブツブツ言ってるけど、多分ほとんどのバイオリン以外の人は僕が言ってることは理解できてない。まあバイオリン以外というか弦楽器以外の人は多分理解できてないと思うんですけど、まあ、だからそれ以外の人にどうやってこの違いを説明させるかって言ったって難しいんだよね。実際弾いてみてくださいとしか言えないんだけど、弾けないよね。だから音を聞いて聞かせてその違いを取るしかないんだけど、やってみると分かるんですね。だからまあやってみるとしてもやってないから分からないわけですけどね。あ、なんていうの、だからどうしても重音って濁りが感じちゃうんで、我々は例えばさっき言ったようにちょっと濁ってるなって思ったら少し修正しちゃうわけですよ。今綺麗な方に行きましたよね。そうするとバイオリン奏者とか他の弦楽器奏者もそうですけど、和音とかかけた時にどうしてもその中の一番綺麗な音を狙うっていう癖がついちゃってるわけ。そうすると平均率とちょっとずれちゃう、出ちゃうんです。これわかるかな、まあ、ちょっと話が長くなっちゃったんで今日はこの辺にしますけど、まあ、わかんない人はググって勉強してください。あの純正率と平均率の違いみたいなね。はい、以上です。